あなたはどんどん魅力だ。不意の虫。こんにちは、ルイです。今日はラブママの子たちに子守を頼みたいと思います。さよちゃんとふうかちゃんとあとなのちゃんとゆずぴが一緒に撮影かぶってるんですけど、私が一旦編集長に呼ばれたっていう体で席を外してみんなが子守してる様子を隠し撮りしていきたいと思います。ということで、それではどうぞ。おはようございます。私さ、編集長に呼ばれてさ、一瞬行ってきてもいい？はい、全然。多分、飲んだばっかりだから泣かないと思うんだけど。いい？全然寝かせててもいいから。妊娠しそう。母乳出そうですよ。もう出てる。
一旦見てくれる？申し訳ないんだけど、ちょっと編集長に呼ばれてて、一緒に行ってくれるですか？もういいですか？もうやってもいいですか？もちろん独り占め、お願いします。すいません、久しぶりだよ、こんな赤ちゃん。なんか嫌みたい。6歳になったの、下の子も。かわいいね。もう6年も経っちゃったね。あっという間に大きくなっちゃうね。うん、いいの、おいしい。震える。こう優しく、こういう可愛らしい生き物を見ていない。いつも虫とかなんかね、変なの見せられてるから忘れちゃった。初めて見る人種でしょ。大人になったらギャルにならんね。ね、薄かったね。めっちゃ可愛い。ね、薄かったね。ごめん。お皿がなかった。ごめん。静かにしてね。寝てみて。すごいいろいろあやしてくれたみたいで、なんかさよちゃんがすごい面白かったって言ってたので、ちょっとこれ編集上がってきたらしっかりチェックしようかなって思います。しかもおむつも変えてくれたりとか、ほとんどぐずることなく待っててくれたので、やっぱみんなさすがママだなと思いました。ありがとうございました。みんなにあやされて寝てます。かわいいね。ということで、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。